はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです、バイオハザード4ですね。よろしくお願いします。ちょっとね、エイムの、照準合わせのね、練習としてちょっと、射的ゲームやってたら、どれですか？集まったのはどれですか？多分、これと、これかな？と、あと、これかな？あとは、どれ いくつもらったかってちょっとわからないんですけど。はい。ちょっとね、射的ゲームとかお遊びでやって時間をね、食うのもあれなんで、まあ、こんな感じでしたと。じゃあ、やっていきましょう。で、お買い物は済ませてあります。まずマシンピストルの弾を撃って、マグナムの攻撃力と、攻撃力と、相談数を上げました。で、マインスロワーの相談数も上げて、弾の補充を行っております。だいたいそんなとこですかね。で、ボトルキャップが一列揃ったので、1万5000お金が手に入ったんですけども、別にその稼ぎでやるつもりではなかったので、このお金は、次の場面、お店屋さんがあれば、そこで使おうかなと思います。ここで使うのもちょっとなって思うので。で、ここがセーブポイント。ああ、ないかもしれないですね。じゃあ行きましょうか。飛び降りたくないんだよな。飛び降りると絶対これ、あれでしょう。戦闘始まるでしょう。飛び降りた瞬間から始まる感じはないか。まあでもこれ、行かないといけないんでしょ？あれ？大丈夫なの？あ！これ倒れてくるでしょ？きっと。ちょっとボタンの、指の位置を把握しておくか。あれ？あれ？お、来るか？あ、イベント？ So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? また君か。Do you really want to know?She's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well.おい、ちょっと待って、お前隠れてないもん。よしよしよし。お、あ、俺のサブマシンがそんなに強くなかったんだけどな。まあ、いっか。じゃあコメントありがとうございます。ボスの名前だったのかな、あの U3 っていうのは。あれなんですかね、その、アイルランドかどっかのロックバンドのオマージュなのか、それとも。これ、敵見えてんのかな。どうするどうすればいいのかな。ちょっと近づけないんでショットガンが、ね、活躍できないと思うんだけど、敵は何近づいてくんの。ん、ああ近づいてこれないな。壁を破壊。おいちょっと いつまでやったんだ。4回4発撃った。危ない。どうする見えたけど。危ない。ああ、やばいっすね。これ、正確にこっちも狙ってきてますね。で、壁がそれ壊れるのかな。柱は壊れないのかな。何これ。何これってか、街ですか。完全にもうタイムクライシスなんですけど。動くのかな。俺が出るとダメですね。どうしよう。先行手榴弾ぐらいしかやることがないんだけど。
え、これ無理じゃね？これさ、チッターまともに戦うしかできないんじゃないの？できるかな？他にちょっと普通にやってみる？あの、まあ、ダークソウルとかでも言ったけど、あの見せ場なく、ね、敵をやっつけてしまうのはちょっとノーかなと思うんで。ああそういう感じか。うん、面白いね。あーどこだろう。え、ちょっとずるくねそれ。よしよしよし。マジで？ちょっと。おい、やるじゃないかね、やろう。やめろ、やめてくれ。あ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死んだ？あ、まだ生きてる。おいしよしよし。やるじゃない、やるじゃないっていうか、こっちがあからさまに、あの、弱いんですけど。完全に強化。向こうの方はね、なんだろうな、課金ですよね。完全に課金ですね。こっち無課金ですね、完全に。敵が消えた？こうやったらライオットガンの方が良かったかもしれないですね。まあ、爆発武器があるんで、これで攻め立てましょうか。といってももう俺残り HP が1だからな、死んじゃうかもしれない。流水はロックバンドなのか、それとも多分下にいるんだろうな。それともミュウツーの意識したものなのか。これで僕もミュウスリーだっぴってことなのかな。ちょっと分かんないかな。どこにいる？あ、もしかしてこれ開けていいやつ？あ、あれ開くんじゃない。あ、で、ハーブもあるしさ、早速使おうかな。これは？あ、普通に開くんだ。じゃあここにもハーブ、うわ、なんだろう、マグナムの弾か、あのクラウザーですか、避けんのかな、攻撃。あの、バイオ5かな、5のウェスカーは完全にね、マトリックスしてましたからね、あれ。確か避けるよね。これ俺の影？自分の影かな。これだけ近いとショットガンがいけそうかな。ちょっとどう考えても敵が強いっていうかね、こっちがやっぱ歩けないじゃねえや。ねえちょっとなんで今あの避けるとか何もなかったの？ちょっとこれじゃレオン勝てないよ。本気出してもらわないと。いつものねローリングだけでもちょっとやってもらえねえかな。ねえ、これじゃ勝負になんないよ。あ、ちょ、待て、こっからでいいの？ちょっと。プラーガなの？ちょっと完全に今強化されてないんだよ。ひるまないんだけど、じゃあもうちょっとコメント返しながらゆっくり行こうか。あ、これまずいんじゃないの？別にいいんだけど。攻略本、R もね、ちょっと、好きなんですよ、R も。といっても、まあ、買うことはない。あ、じゃあ当たるな。なんでえ、避けるときと避けないときの差は、何？構えてても、え、何しか言ってないんだけど、もう悪いけど。いつもそこにいるんじゃないんだ。あ、おお。あ、ちょっと待って待って。今何持ってる？グレネードだよね。あ、どうしようこれ。結構きついんじゃないの？え、待って、なんで？ちょっとひるむべきだよね、チッター。で、閃光弾を投げると逃げてくれるのかな？なんかそういう感じっぽいですね。これ1回でクリアできる人すごいな。この、やっぱ QTE、まだ QTE やらしてくるかと、ちょっと厳しいですね。
どっちがいい？こっちでいい？だってこれパッて出てきたってさ、俺多分無理だよ。ここに開かない、欠けた部分に何かをはめる、この3つのエンブレムがあるわけですね。でルートはほとんどもう限られてるみたいなので、ゆっくり行けばいいですかね。こういうちょっと遠いところからじゃないと狙えないよね。これ狙えない、届かない、届かないっていうか、ああ、そうなっちゃうか。近づいてくるのかな、来ないな今ので。なやっぱ死んでくれるとすっげえ助かるんだけどな。多分今来たね、走ってくるんじゃないかな。あぶない、よし。で追い打ちが、あ、かかってるね、ある程度。よしよしよし、大丈夫大丈夫。もしかするとこの人がね、コメントにあったあのナイフがすげえ食らうみたいな敵の人なのかもしれないけど、避ける避けないの差が分かんないし、これ飛び降りられないのかね、避ける避けないがちょっと分かんないし、ちょっと今の段階だと俺じゃ無理かなっていうのが見え見えですね。とりあえず回復だけしちゃいましょう。リロードは大丈夫かな。あのこういう戦いだとね、あんまりやっぱ怖くないんで、絶叫は難しいよね、どうしてもさ。ずるいな。あ、ローリングするとき当たらないんだ。今その手榴弾を投げたときって一応流血表現があったから、ちゃんと当たってる表現っていうか、ダメージ入ってるのかな。やばいな、ちょっと松明の音と足音が全然わからない。で開けられる。びっくりした、びっくりした、普通にびっくりした。間に合うの。あ、多分入ってるな、入ってるってことにしよう。一度待って、これ開くんだ、普通に開くってか扉が破壊できるんだ。え、今までそうだった、木の扉って全部破壊できる系でした。あ、拾うってあった。これいや、さすがにはしごは登ってこないよね。あのね、俺以外のなんか影が見えるんだよね。あ、俺以外の影じゃない、俺の影だ。降りないとダメかな。まあ別にいっか。だってさ、だってさっていうのもあれなんだけどさ、無理でしょ。あ、こんなところにレバーがある。ちょっと待って、レバー操作できないんだけど、なんで。で、ウィスカーじゃねえや、あのなんだっけ、クラウザーもういないから動いていいのかな。だってこういうとこにさ、もしね、隠れられてたらさ、 FPS じゃないからこのゲームね、あの TUBG だっけ、ああいう感じのものでもないから、クリアリングがさできないんだよね。あ、またやる？ What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? お、聖獣のレリーフ、黒標を取った。聖獣、セルケ、なんでもないです。逃げんの？逃げてないな。ああ、別に逃げてもいいし、って感じか。あ、これ自爆狙いますね。もうすぐだよね。もうこれさ、殴られるのしょうがなくない？あー、ちょっと厳しいな。あの俺が特に気にしないのは、もうひるむ前提でね、撃ってるからなんだけど、これ何、ナイフ持ってればさ、そこから、マジか、このゲーム。え、ちょっと待って、これナイフ持ってればさ、ちゃんとやってくれんの。あ、
対応してくれるのかな。てか待って、やっぱないコメントの方多分この人でしょ。ナイフ一回当てただけでさ、あんだけめっちゃ逃げるってさ、これのこの人のことでしょ。これさ、やりたかねえけど、ナイフゲーかな。やりたかねえけどっていうか、あ、まあどっちでも同じか。結局ショットガン持ってても、あ、危ない危ない。あれ回復剤なかったっけ。まあ、いっか。壁抜かれるとちょっとまずいんだけど。ちょっとね、風邪薬を飲んだらやっぱり当たんなかった。あ、俺が死ぬかもしれない。大丈夫だ。あとは当たりさえすればいいんだけど。あー、ちょうどお互い当たらないな。あのさ、これ抜けないかな。これスナイパーライフルも相当多分ね、威力貫通性能はちょっと高いと思うんだけど、なかなかちょっと手厳しいですね、こうするところ。あ、壊れちゃった。そんなもんか。でも当たれば大丈夫。どっから来るのかな。普通にドアから襲いかかってこなかった。大丈夫。あ、ダメージ結構入ったでしょ。で走ってくるから、まあ当たるんだけどね、さすがにね、突っ込んでこられたらさすがに俺も負けないけどさ、とりあえずとっとと回復しちゃいましょう。で、ここから録音を取るね。どうしようかな。覚えゲーというか、もう難しいな。ちょっとこの手のゲームでこういう敵ってありかい。 あんまり好きじゃないな。で、後ろから狙われ、なんで狙ってこないんだよ。あ、もうこっち行っちゃうか。じゃあこっち行っちゃえば多分勝手にイベントが進むんじゃないか。あ、そうだよね。だからここでペッてやっちゃって、で逃がしてレッドハーブ取って、でも普通のハーブないからよけて、あ、よけて、これ何、もうナイフ戦でいいのかな。あ、すげえ食らってるもん多分。もし銃を構えられちゃうとまずいんですけど、ああ、ナイフでいいかな。ナイフでいいかなっていうか、多分これナイフじゃないと無理でしょう。ショットガンでもひるまないのに。何これ、押す、ん、あ、パズル。ちょっと待って、絶対邪魔してくるでしょう。ここに乗っければいいのかな。やってみようか。ほい、どうやってやる。一回ぐるーっと回した方がいいよね。そこのレバーがね、すごい気になるんだけど。じゃあ、とコメントは、あ、そうそうそう、攻略本ね、やっぱね、お値段張る、もうちょっと先、ね、お値段張るんでね、たくさんはね、買ってないし、できるやつしかね、買わないんだけど、あ、できるっていうか、持ってるやつしかね、どうしてもできなかったりっていうの。でも、あー、2つ開いた、よかった。じゃあ、まずここのやつ、一番近くのやつ、レバーを操作して、あ、そうかそうかそうか、ここはもう普通に開けないとダメなんだね。もう普通にナイフ絶対飛んでくんだろうな。もうナイフ、一生ナイフちょっと装備してくんないかな、レオン。そしたらここまで強くなくてもいいけど、でもやっぱベロニカ並みに強くはしてほしいよね。っていうか、そうそう、プラーカがね強すぎるんだよね。あ、マジで、お、こっち、あー、難しいな。あ、今何、当たんなかった。だってさ、こっち歩けないんだよ。あー、無理、押せない。あー、でも、あ、そうね、今避けるっていう動作がなかったもんね、レオンに。気まぐれなのかな、それともあれかな、前なんか体力がないとそういうのができないとかってコメントもらってましたっけ。
なぜか今そんな気がしたんだけど、まあどうでもいいですかね。あれ何これ、どうしようか。ちょっと爆発物とか投げとく。クラウザーさんにはね効かなそうなんで。ほらよし、やったね。でハーブとマシンピストルは売り物で、ハーブとハーブ、もし隠れてる影を見えたら爆弾でも投げてあげましょうか。そしたら喉がガラガラ、あらららららまずいな、爆発しちゃうな。爆発しなかった。そしたらあれだな、レッドナインの方がいいかな。レッドナインでいいのかな。なになになに、よし、すげえ爆発するんだけど。なになに、うるさいな。こんなもんか。クラウザーが歩いてる音がしますね。あいつどっからでも来るからな。完全にもうロレントを意識したキャラクターなんじゃないですかね。同じゲームのねえ、カプコンの。あーそこにいるか。とりあえずそれだけ始末しておけば。当たらない。こういう時にクラウザーが来られると困るんだけどね。松明の音なのか足音なのかがわからない。それが問題だな。いる？あ、これちょっと。Past, I suppose. Umbrella. お、あーんと、どうしようかな。ショットガンで対応できるかな。両方。無理ですね。爆発するか。あー。爆捨てもできないのに今のどうやって対処する、すればいいのかな。当たらない。ちょっとクラウザーさん黙ってるまでいいか。こっちで大変なんだ。先どんどん行っちゃおうか。あ、閉じ込められちゃった。でも多分こういうところ、あーいっぱいになっちゃった。ちょっと待ってね。じゃあハーブとハーブとハーブ合わせちゃうから、レッドハーブ来るかもしんないけど、もうレオンのさ体力がもうほぼマックスに近いんで、あってもなくてもなんかいいような感じしますよね。何もない、鉄格子だからちょっと登らないためか。とりあえずまあ新しいねバイオハザードでもあのビビらせ演出は結構揃っているみたいなので、まあ面白そうではあるんですけど、まあ序盤とかね、そのレオンのパートとか。あれ意外、クラウザー意外にもこれをする。お、そしたらどうするんだ。こっちから行ける場所は、あ、あるかな。あ、あるようなないような。これは何、わし。あ、でクラウザーか。最後は彼が持ってるって言ったもんね。2 down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Witness the power! You've lost it completely, Krauser.Prepare for your death, Leon. ダメかもしれない。今な、完全に避けられたと思うんだけど、ちょっとタイムクライシス意識しすぎじゃない？うわー、ちょっとあれだね、装備がスパーダっぽいね。打つ時に避けるとかは無理なのか。まだあれだっけ、ハーブあったっけ。ちょっと死んで覚えないとダメだな。ちょっと足払いとかマジで、いや全然いいんだけどさ、俺嫌いじゃないんだけど。え、その後入るの。あ、一応入るのか。受けゲーか。受けて、あー避けるだけじゃダメか。避ける
体力あるよ、レオン。避けてね、ちょっと。これか。この強攻撃じゃないと、厳しいんだね。わかったわかった。こっちでちょっと面倒見るから。それじゃダメなのね。で、避けちゃうから、うん。あ、これね。オッケーオッケーオッケー。で、やっぱ回転中はどうにもならないと。で、画面端にいると落ちるから、あいだあのね、なんだろう、多方面でやっぱレオンを上回っているよね、全てにおいて。あぶれ、この一撃、あ、無理ですね、届かない。これ距離取って専用攻撃をさせないと無理ですね。いや、大なしに距離は取ってくれるから、この時だけ。あ、逃がしてくれないっていう意味合いかな。ジャンプできないのにさ、足払いなんてどうしろっつ。足、待って待って、足払い見てからショットガン余裕じゃないからね、このゲーム。なんおなん、あのさ、俺格ゲーしたいとは言ったんだけどね、こういうこんなんじゃないんだけどな。バクステもできない、もう全くバクステできないキャラクターに未来はないよ。よし、あー、3発入らないか、2発だけか。もう時間がないんだけど、一気に距離詰めて、それじゃダメなんだよね。足払いでもね、足払いが怖いからさ、あんまり前出れないしね。うん、これだよね、やっぱ間に合わなかった。あ、もう時間がない、回復してる時間がない。死ぬぞこれじゃダメ。あー、ちょっとダメっぽいな。Prepare for your death, Leon. あのさ、避けられないんだけど。で、今回はとりあえず、マグナムの弾がね、いっぱい転がってたので、これでね、対応してあげることにしました。多分、攻撃力的に無理なんでしょう。このままだと。で、貫通能力、あー、でも俺がちょっと下手だからな。それはまたちょっと別の問題かもしれない。攻撃力強いのが当たるか当たらないかっていうのはね、また別の問題ですからね。でもとにかくどんどん、ダメだ、当てられない。とにかく攻撃させて、で、攻撃させるか、もしくは床に刺して、で、俺が近づいてって、で、俺が避けて、あー、ダメかな、無敵で抜けられちゃうかな。無敵で抜けられるってどういうことって思って、この時点で例えばここに入れて、そうするとこれ無敵抜けてないですね。無敵で彼は抜けられない、爆風を。彼に無敵時間はない。危ない。とりあえずリロードしとこうか。リロード中は俺避けられるのかな。全然検証とか何もしてないんだけど。で、どんどん前出ちゃって、もうとにかくね、前に出ていかないと危ないもんね。これはでも怖いよ。そこはダメだな。うん、前、奥に下がってもらわないとね、結構厳しいものがあるんで。まあ、ね、なんだっけ、水面蹴りでもいいし、ね、回し蹴りでもいいんだけど、そうだな、やっぱ終わり際を狙ってあげないとかなり厳しいよね。これ見るとやっぱ、ソウルキャリバーの、ね、ソウルエッジにも似てる気がする。全然ゲームが違うんだけど、メーカーが。
リロードで間に合うかな。あ、リロード、あ、ちょっと待って待って今かい、あの回避中に全リロードしたんだけど、この子したそういうのもあるのか。無敵、あ、でも無敵なんかありそうだな。よし、やったか。あ、やってないですね。あ、やったのかな。ちょっと右上はあのギース・ハワードっぽいな全然もう関係ないゲームをボン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 出しちゃってるけど。待って待って待って、時間がまだ残ってんじゃん。これダークソウルだったらちょっと相当ダメージ今入ってましたね。半分以上のダメージは今入ってたと思う。敵出ないかな、まだガードロボが出てねえ。もうなんで俺死ぬんじゃないのこれ。あ、こっちか。よしよしよし。でこの3つを、お、えらい、このゲームちゃんと 12.33 秒で止まってる。さすがに無理だと思ったのかな。あ、ちょっと待ってこれさ、もう一気にさ、はめさせてくれないくれないかな、本当に。あ、で目の前が開くんだ、よかった。ここからまた走らされたらどうしようかと思っちゃった。でクリアか。セーブする、一応しときましょうか。もう武器屋さんないんでね、ちょっと厳しいのかなと思うんだけど、まあどんどんセーブしときましょうか。ちょっと今日はね、お医者さんに行きたいんで、まあ、お医者さんするのはどうせあの耳鼻科ですけどね。全然あの医者とかあんまり最近行かないんで爆発落ちなんで最低って言っときゃいいのかな。そういや、その手のゲームのなんかアーケード版みたいなのが出たらしいですね。ね、ゲーセンも全然行かないんで、あれですけど、あ、一回、あ、一回セーブしなくて。このまま行っちゃおっか。おかしいな、これ、ファイナルファイザーだったらぶっ壊せるやつなんですけどね。しばらく進んじゃっていいのかな？あ、ダメかな？So, it seems you killed Krauser too. How shall I return my appreciation?What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you.You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart-mouthing while you can. はい、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。かの前にあれかな、あら、あー、またロケットマンか。ロケット戦士が、え、待って、12345678910120人ぐらいいたの今。あー、ちょっと、ダメ。あー、無理だってそれ。無理だよ。お、すごいすごいすごい。え、なんで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 カプコンのヘリが戦ってんの。
すごいよ。え、なんで？なんであいつ落ちないの？これから落ちるのかな？あいつカプコン史上味方で最強のヘリコプターなんじゃないの？あ、そしたらちょっと一旦動画を区切らせてもらっていいかな？